京都市南区の町名。本校京都市南区の町名では、区内に存在する交渉町名を一覧化するとともに、その成立時期、成立過程等について解説する。京都市街地の南方に位置し、北は右京区と下京区、東から南は東山区と伏見区、西は西京区と向こう市に接する。 面積15.78平方キロメートル2009年3月、現在の推計人口は約9万9千人。区の北端を JR 東海道本線、JR 京都線及び東海道新幹線と八条通りが東西に通る。JR 京都駅の駅長室の住所は下行区であるが、新幹線乗り場の八条口の前は南区に属する。 区のほぼ中央を南北に、京阪国道、国道1号が通り、区の東には鴨川、西には桂川がそれぞれ南に流れており、区南部の伏見区下戸場で合流する。区域はこれらの川に挟まれた地区を主体として、桂川西岸の癖地区を含んでいる。区域はすべて平地で、区の成立当時は大部分が農村地帯であったが、現在は住宅地、商業地、 工場などが混在する地域となっている。平安系の南の正門である、羅城門、その東西に創建された、当時、西寺は、現在の南区内に位置していた。区内には当時、京王、五国寺を除いては、観光スポットは少ない。南区は、昭和30年、1955年に、下玉区から分離して成立した。 区の大部分は、明治三十五年、1902年、大正七年、1918年、及び、昭和六年、1931年、旧角野郡及び、紀伊郡、紀伊郡の村から、当時の下行区に編入された区域である。桂川西岸の久世地区は、もともと、二郡久瀬村で、昭和三十四年、1959年に、編入された。 京都市内の町名には、大原来合院町のように、旧村名、旧大あざ名に由来する、広域地名、上記例の場合は、大原を干渉するものと、亀屋町、菊谷町のような単独町名とがあるが、南区の町名は、北部の東海道本線沿いのごく一部を除いて、旧大あざななどの地区名を冠した複合町名である。区内の交渉町名の数は、 角川日本地名大辞典26京都府下官によれば1980年現在269町であった。その後、一部地区で土地区画整理事業実施等に伴う町名町会の変更があり、1町が新たに起立、2町が廃止されて2009年現在は268町となっている。癖中癖町1町目から5町目は全体を1町と数える。 区内には、城と場町田のように、末尾に町地を付さない町名が一部に存在する。これらは、昭和六年の町名成立時において、当該区域が農地等で人家が存在しなかったものである。上記のうち、江戸時代から、ある町名は、開港寺町、古尾旅町、塩屋町、大黒町のみである。これらの町は、明治十二年、 1879年の下行区成立時点では、下行32組に属し、明治25年、1892年、下行第32学区のうちとなった、詳細は別校、京都市下行区の町名を参照。古尾旅町は、昭和30年、線路用地を挟んで、北が下行区、南が南区に分かれた。京大町と九条町は、 明治時代初期、社寺の境内に新たに起立された町名である。八条町と東寺町は、明治十二年、1879年、くずの八条村の一部が、当時の下行区に編入された際成立したものである。当時東門前町は、昭和三十一年の成立。区内の単独町名としては他に、四塚町があるが、これについては、 旧大内村の校で述べる。東九条地区は、元の紀伊郡東九条村で、大正7年、1918年、当時の下京区に編入された。大技はなく、下京区編入に合わせて、東九条を鑑賞する17町に編成された。その後、以下のような町名町会の変更があり、東九条を鑑賞する町は38となっている。八条。 西九条を干渉する町名は、元のクズノ大内村である。明治三十五年、1902年に一部が、大正七年、1918年に残余が、当時の下行区に編入された。大内村には、中道寺、須作、東潮工事、八条、西九条の五つの大技があったが、中道寺、須作、東潮工事は、現在の下行区に属し、 八条の一部と西九条の大部分は昭和三十年、1955年に新設の南区に移管された。大内村大和八条は大正七年、当時の下行区編入時に八条を干渉する十二条に編成された。寺内町、玄町、四塚町、内田町の四町と防門町の一部、東海道本線線路以南が南区に属し、 残余は、下京区に属する。うち、九条通り沿いに位置する四塚町は、昭和15年に、八条の干渉を廃している。大内村、大技西九条は、明治35年、当時の下京区に編入されて、大技西九条となり、大正7年に、西九条を干渉する23町に編成された。同じ大正7年、 隣接するキーク城・トバ村大アザ城・トバの一部が、下行区に編入され、西九条を鑑賞する六町、南田町、菅田町、大国町、豊田町、高畑町、唐戸町に編成された。その後、昭和31年に町名町会変更が行われて、西蔵王町、東島町、東比栄城町と東、西柳の内町、東見幸田町が成立。 西九条を干渉する町は、計35となっている。東地区は、昭和30年に大部分が南区となり、北の内町の一部、東海道本線線路時期のみ、下行区に残っている。唐橋地区は、元の葛野郡七条村で、大正七年、1918年に、当時の下行区に編入された。七条村には、西七条、西塩五のうち、 梅工事、唐橋の五つの大技があったが、前の四つは現在の下行区に属し、唐橋は昭和三十年、1955年に新設の南区に移管された。七条村、大技唐橋は大正七年、当時の下行区編入時に唐橋を鑑賞する十丁に編成された。その後、昭和十九年に町名町会変更が行われて、赤金町、 高田町、西寺町、西平垣町、道の前町、足部町、南琵琶町が成立した。当地区は昭和30年に大部分が南区となったが、高畑町のみ、下行区に残り、梅小寺高畑町となっている。以上により、唐橋を干渉する町は、計16となっている。キ伊宮城蕎村は、大正7年、1918年に一部が、 昭和六年、1931年に残余が、当時の下行区に編入された。上戸場村には上、戸場、塔の森の二つの大技があった。大技上戸場の一部は大正7年、下行区に編入され、西九条を干渉する六町に編成された、記述。大技上戸場の残余と、大技塔の森は、昭和6年、下行区に編入され、前者は、城。 鳥羽を鑑賞する43町、校舎は上渡馬島の森を鑑賞する12町に編成された。その後、以下のような町名町会変更が実施され、町名の前に上、鳥羽が来る町は51町、上鳥羽島の森が来る町は変わらず12町となっている。なお、上、賭場海光町、昭和44年成立と上賭場海港、昭和6年成立は並存している。 吉祥院地区は、元の紀伊吉祥院村で、昭和6年、1931年、当時の下行区に編入された。吉祥院村には、吉祥院、西中、石島の三つの大技があり、これら三大技は、計74町に編成された。なお、西中は、西の省と中川原、石島は、石原と、島の合成地名である。大技、 吉祥院は昭和6年、吉祥院を鑑賞する32町と吉祥院島、野間詰め町の計33町に編成され、大技西中は同年、吉祥院西の省を鑑賞する7町と、吉祥院中川原を鑑賞する9町の計49町に編成れた。以上に該当する町名は以下の通りである。当地区では、土地区画整理事業実施に伴い、 ほぼ全域で町名町会の変更が実施され、町会は大幅に変わっているが、町名については、区画整理事業実施後も概ね従前の名称が継承されている。下記のような町名の新設開廃を経て、当地区の町名は、吉祥院を関する五十四町、吉祥院西の省を関する七町、吉祥院中川原を関する四町の、計六十五町となっている。なお、当初、 吉祥院中川原を干渉していた町名の一部において、冠が吉祥院に変更されている。吉祥院島を関する町名については口述する。吉祥院村大技石島は、昭和6年、吉祥院石原町、吉祥院石原を関する16町、吉祥院島を関する9町の計26町に編成された。吉祥院石原を関する町は、 以下のような町名町会変更を経て、差し引きの町数は変わらず16町、吉祥院石原町を含めて17町となっている。吉祥院島を関する町名は、野間詰め町、元大技、吉祥院を含め当初10町であった。その後、以下のような町名町会変更を経て、差し引きの町数は変わらず10町となっている。なお、吉祥院島堂の裏は、 当地区の土地区画整理事業実施後は、ごく強小な町域となっており、一般の地図には収録されていない。久世地区は、元の徳と郡に群村で、昭和34年、1959年、南区に編入された。久世村には上久世、久せ、大やぶ、月山、東土川の5つの大技があった。これらは、以下のように、久せを干渉する宮町に編成された。 その後、昭和42年、1967年に、久世中久世町1丁目から5丁目が成立し、癖を冠する町は10となっている。南区の町名について、いずれを現行交渉町名とみなすかについては、参照する資料によって相違がある。ここでは、以下の資料館における町名の移動について列記する。参照資料、町名への移動を楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。